さあ、今日ミッドリン戦隊実況ブレ撮ってこともんだけど、まあ、今日は木曜日なんで、まずガチャのラインナップから見て、まあ、いい感じのガチャが来てたら回して、まあ、そこで出た選手をね、ちょっと、せっかくなんで紹介していこうかなという感じでやっておりますということで、ちょっと行き当たりばったりになると思うんだけど、さあ、誰だ？知らねえな。こいつはちょっと、さすがに使わないかな。さあ、無料分回したんで、こっちの方から見てみようか。多分いっぱいいると思うんだよな。さあ、左からムシアラ、ルイス・ディアス、ラファエル・レオン、ロドリゴ、バルベルデ、レバンドスキー、ソン・フミ、BTN やベン・ホワイト、カイル・ウォーカー、ジョアン・ネビス。ちょっと、読んでいくとめんどくさいが、ハービー・バーンズ欲しいな。この中で欲しいのは、まあ、ワタルくん、まあ、あと、そうだな。まあ、ワタルくん、アルダ・ギュレル、まあ、あとは、ヌーノ・サントス、ヌーノ・サントス持ってるな。まあ、あとは、そうだな、ゴレツか、まあ、このブーストついてるやつか、ハービー・バーンズとか。まあ、その辺、まあ、ビティーニャとかも欲しいし、まあ、そんな感じかな。まあ、3回ぐらい回していくか。その中で、まあ、一番当たりと言われるキャラを使っていこうか。一番欲しいのは、ハービー・バーンズ。あ、ジョアン・ネベスか。悪くないんじゃないこいつはね。さあ、もう一回回していこうか。まあ、3回ぐらいやな。せいぜいな。回してって。ソン・フンミンも欲しいな。いや、ウォーカー持ってるわ。このウォーカー多分同じウォーカー持ってるから、ちょっと最悪だな。さあ、3回目。これラスト。あれだったらジョアン・ネベス使っていくわ。ああ、ハービー・バーンズ来た。やばすぎるでしょ、俺のこの運。大丈夫俺死んじゃうんじゃねえかってくらい、ういぞ、これマジで。いや、最高。いや、いい生産してるわ。で、ピンポイントクロスとかもこいつついてるから。で、スーパーサーブもついてる。まあ、ダブルタッチついてないんだけど、俺ダブルタッチ使えないんで、別に大丈夫。スルーパスがその辺のスキルもついてたんで、まあ、ちょっとハービーバンズ、左ユングで使っていこうかなということで、ちょっと早速、試合の取っていきます。さあ、というのマッチングしました。神のケタマさん、対戦よろしくお願いしますと。さあ、ムーバップから試合開始と、まず左ウィングに、左ウィングというかウィングバックかな、左サイドに、誰だっけ、ハービーバーンズいるんで、まあ、ハービーバーンズの良さといったらやっぱスピードと、やっぱカットインからの決定力。まあ、あとはね、左足もまあまあ切れてピンポイントクロスもついてるんで、まあ、ちょっとそこでもうやっぱ左サイドに入った時のあいつのクオリティの高さを、やっぱ見していきたいんで、まあ、とりあえずもう、まあ、いいわ。とりあえずシュート打っていく。ハービーズロドリゲスはし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 。まあ、1対1点取りました。ペロキックオフと、まあまあとりあえず1点取れたんで、まあこれで多少ね、サッカー試合展開余裕が出てくると思うんで、まあしっかりそういうところで、まああの、左サイドハビバンズ、ハビバンズ行くよ、ハビバンズ行くよ。サービバンズ高さあるんでこいつ結構ね。俺はサービバンズ、そしてデクラですからの、ハビバンズ行くよ、ハビバンズ行くよ、ハビバンズ行くよ。スピード。無理だな。ちょっと、ジーコちっちゃいな、こいつ結構な。さあ、スピードあるんでしっかりこれウィングバックにしてるんだけど、今回ね、こういうところでしっかりと戻っていくってこともできるんで、そしたらダブルタッチついてないんで、今ちょっと稼なかったんだけど、オッケー、いいよ、誰だ、来た目、エンドベ、お手を見したらエンドベ。お前のお手を見したら。いいよ、クリアリ、オッケー、しっかりクリアしていきつつ、レバンドスキー。頑張れ。いや、レバンドスキー最高。いや、惜しい。このコスタクルタってさ、ヘディングも強いの、マジで、こいつ。なんでもできるやん、こいつ。さあ、エンドベで負けんな。あー、エンドベで。そして、ハメちゃんからの、さあ、一旦デクロレスからの、そっちやめて。まあ、いや、結果ある。さあ、エンドンベレ、しっかりここね。エンドンベレ、何でもできるんで、エンドンベレ。エンドンベレ、ちょっと待ってさ、ルーレットが出るときさ、チョップが出るときのさ、違いマジ教えてほしい。本当にさ、あの、ルーレットしたいのにさ、チョップが出ちゃうときあるじゃん。これ、気持ち分かってくれる人いると思うんだけどさ、お前、誰出してんねん、お前。こうか。やばいよ。私、OK。ナイス、ケビンダンド、ナイス。これ、ケビンダンドも結構強いからね。そして、カラバトリン、ぶっ飛ばせ。ナイス、カラバトリン、OK。おー、ナイス、カラバトリン、欲しい。ハビーワンズ行く。スピード、一気に切れてくるんだね。そしてワンツ。これワンツ。何やってんだお前マジこいつ何考えてんの本当に。カルバートリーってマジシャレにならんぐらい下手くそなんだよこいつ。ヘリング以外何もできない男だからねこいつ。このゲームだとねマジで。いや、何してんのこいつら。だよね、さすがにね。ありえねえだろこれ。ちょっとな、びっくりしたわ。どんなラインコントロールしてんだと思ったわ。それがエミマルのフリーギフト。まあシンプルにあれだね、カルバートリーに蹴り込んでってこいつ。ヘリングは絶対勝てるんだよ。そういってくれないです。ナイスグラレス。ワズ。オッケー。ナイス。ハービーバズ。ハービーバズ。スピード。いける。いや、ちぎっていけるけどな、これな、ハービーバズだったらな。ハービーバズ、何がって、やっぱトップスピードでもね、ある程度ボール扱えるってところがね、まあ俺個人的に今ちょっとだけリーズユナイテッドと、あの、試合した時ぐらいしか見たことないんだけど、のイメージ。で、彼結構ね、リーズユナイテッドキラーというかね、めちゃくちゃ点取る選手、まあ実際レスター戦でね、おととしかな点取られたんで、まあそこまで考えるとね、かなりね、俺からしたらね、イメージとしてはね、まあ、いい意味で悪いというかね、いい意味で悪いってちょっと分かりづらいんだけど、いい意味で嫌な選手、レビー！はい。まずワンアシストと、まあ、レバンドスキの決定力がちょっと異次元なところがね、まあまあ、そこはね、しょうがないところあると思うんですけど、相手からしたらね。まあまあ、2点差ついたんで、なおさら、なおのことハービーバンズ使っていこうか。そこはヌバップのキックオフとさ、レバンドスキしっかり前アプリしてもらって、うちはね、結構控えの選手とも熱いんで、まあ、しっかり前半でね、走り切るぐらいの気持ちやってもらいたい。さあ、カラバトリン。オーラスカラバトリン。いや、欲しいな。デクラレス。タレバスね。いや、ナイス、タッドシーがしっかりケビンダンド対応からのハビバンズ行くよ。いや、フォーでいないよ、ここ。いけるよ。縦いけるよ、これ。ハビバンズいけるよ。で、ルーレット持ってたっけ、こいつ。持ってねえか。シザーしか持ってねえか、こいつ。シザーしか持ってないから、もう素走りで抜いていく感じ。まあ、しっかりワンツーとかで、あ、ちょ、これ見せた。ワンツーとか抜いていく感じで、多分それが一番いいかな、多分ね。で、ワンタッチパスとかスルーパスとかもついてるんで、まあ、そういうところも考えると、まあ、本当に、技で抜くっていうよりかは、もう普通になんか、スピードで抜いていく感じ
が一番いいと思うから、そこをちょっと意識しやっていこうか。サバレベ。ナイスサバレベ、オッケー。それ、デクラレス。バレアスデクラレス。で、ここもしっかりキープしてもらって、一旦、これ一旦待つで、一旦待つで。オーナイス。サービスはしっかり抜けていく。ここで、しっかりスーパス持ってるんで、こういうとこ繋げるんで、ハメちゃん持ち上がり。いって！いや、痛かったけど、痛かったけど、まあ今のはさすがにファウル取れんかな。そこでレバンドスキルから試合再開と、まあ前半で 2-0 にできたんで、まあよしとしましょう、とりあえずね。いや、まずいよ、ベリンガム。いや、エンドブレ。いや、大丈夫、ケビンだぞ。ケビンだぞ、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 ケシュートもね、高精度で打ってたらね、オナイスデクラレス。いや、ファデベ。いや、いいよ。ハビオズ。いや、この走力、見て、この走力。いや、もうさ、一生分走ってんじゃない、こいつ。いけ。まだ。ハビオズ、頑張れ。ナイス、ハビオズ。いや、これ、ピッチをジオ無事駆け回ってるよ、こいつ、マジで。あ、そっちじゃないって、バカ。あ、もう、おし。いや、ここアドルド戻ってなんとかしようか。オナイス、アドルド。さ、どうしようか。まあ、シンプルに蹴り込んでいこうか、これね。あ、やばい。オナイス、アドルド、ナイス。そして、レバズキーからの、どうしようかな。まあ、いや、いい感じにくるくる回り。やべ。ちょ。まあ、これはしたなし。マジで。未だに iPhone11 を使ってる俺があるやん、これは。ナイス、アドルド。ワタチ。ハミス。ハミスナイス。して。タレバス入れつつの。サービアーズ買ってこい、ハビアーズ買ってこい。ハビアーズいいよ、ハビアーズいいよ。クロスからの。いやー、惜しい。そこ、アドルドのコーナー来て、いや、これめっちゃいいボールやぞ。レバズキーカロドリファレベファレベカルウォーカーガルマドリー、あー、オフサイドしょうがない。いやー、一個ぐらい決めて欲しかったけどな、こんだけ打ったらな。まあ、これはオフサイドやな。でも、いいシュート打つね、ウォーカーね、結構。さあ、グレゴル・コベルのフリーキックと。さあ、しっかりエンドブレね。あー、これシュートになっちゃったな。お前、入るわけねえだろ、マジで。弾け、なんかの間違いで弾け。しょうがない。オーケー、マイプレしこうか。さあ、ハービーバーンズ。いや、ハービーバーンズちゃんと戻ってるわ、こいつ。偉すぎる。バレスからマドリー、ここ絶対勝ってるからね。ナイスカラバトリン、そしてエンドベレ、ナイスエンドベレ、そしてシンプルにされる展開があるの。さあカラバトリンがしっかりこれハーブアウト使っていこうか。ハーブアウトでいいよ。えぐれ。いや、ちょっとよくわかんないなっちゃってる。でも結構こんだけスプリントしてまだ体力あるって割と走力あるね、ハービーバンズね。あんまりスタミナの数字見てないんだけど。さあエンドベレナイス。さあエンドベレ行こうか、これ一旦左サイド展開。いや最高のパス。そしてなんとかうまいことなれ。アドルドからの。さあ一旦ハービーバンズ展開。いやもうここまで上がってきてるからね、ハービーバンズね。あ、惜しいな、これはな。いや、結構、こんだけ走力あったら、マジで、十分戦力になりますけどね、これ FP でね、サテクラです。でも、最終ライン戻ってるからね、しっかりバトル絶対勝ってるからね、そしてハメソロイですからの、さあ、ラスト。いや、惜しい、ゴレス。あ、カラバトル、いけるか。いや、で、ここまで戻ってきてくれている。まあ、さすがにこんだけ走ったら、スタミナ切れるよな、それはしょうがねえ。さあ、エンドブレ入ってこい。ハメスだった。ミスった。あ、なんだっけ、エンドブレ。いや、ハメだと欲しいや。いや、デクラです。いや、ハメ。あれ、ナイス、マルフェ。めっちゃいいシュートですね、こいつ。そして、ハビアズ上がってきてくれている。さあ、ハビアズ、一旦これ、くさび入れていこうか。一旦くさび入れて、で、シンプルにレバンドスキー。で、レバンドスキー！オッケー。さあ、アンドロドのコーナー来て、いや、これもかなりいいボールだよ。ケビンタッツァー！オッケー。さあ、グレゴル・ゴベルのゴルキと、さすがにここからまくられることはないと思うんで、まあ、落ち着いていこうか。さあ、最後か、当たります。ナイスかやろうか。そして、ハビスロレギスいいよ。いや、ちょっとまずいか。なんか、うまいことなれ。惜しいな。エドブレ、取れ、ラストチャンス、でかいです。いやー、ちょっとラストワンチャンス作りたかったけど、まあ、しっかり守りきろうか。サービーバーズ、いいよ、ファネメ、いけ。ナイス、ファネメ、オッケー。まあ、こんだけ頑張ってくれるなら十分でしょ。できれば点取らせてあげたかったけど、まあ、ハービーバーズの良さこれで伝わったんじゃないでしょうか。俺的にやっぱウィングバック企業が、まあ、割といいんじゃないかなって思ったんで、まあ、そんな感じで、ぜひハービーバーズで引いた人は使ってみたらどうでしょうということで、今回の動画はご覧いただきます。さよなら。